よし。なんか適当にさ、うん。ミックス限界チャレンジしよう。ミックス限界チャレンジね。いや、来いよ。まあ、A とか余裕だよね。しゃくり上げて。しゃくってった感じね。うん、B は？これ B、あれだよね。これ B5？ B5。あの、前回の動画ね、まあ。前回のミックスボイス講座で出してた。はいはい。出ますかね。出ますかね。出るかね。なーやば。うん。まあ、出とるよ。うん。まあちょっとカサッとしたけど。若干ね。まあうん、あー C、ね。じゃあーあーやばいけてるいけてる。なんかちょっと自分の声でかすぎて。ギリギリ。え、もう一回やって。いくよ。うん。これ覚えておいてね。うん、C ね。なーうわ、出てる！マジ？出てる！シャーマジ？やば。そう。C6。自分の声で、ちょっとこっちあんまり聞き取れてない。なんかめっちゃ鳴ってるもんね。マジ？めっちゃ鳴ってるもんね。ビーっていろんな音が鳴ってるもん。それで多分、真のこのピッチがなかなか、耳に入ってこないよね。あー、なるほど。ぐらいの、うん。ぐらいの音量感。なあ！うわあ！あ、ちょっと一瞬だったね、今の。今最後のは綺麗に入ったね。うん。今ね、結構、ちょっと余裕ぶっ壊れた感じでやったんだけど、はいはいはい。最後しか届いてないっていうね。いや、きついよ。ダサい感じ。C や、いやいや。すげえ C だね。うん。はあ！どうやって出してるそれ。D か。D はでも、これミックスじゃなくて。うん。これ何ホイッスルやってる。ホイッスル。ホイッスル。スーパーヘッドボイス。裏声です。マジ？いけっかな？なあ！いや、無理だ！これは無理だわ。やっぱ壁だよね。壁だね。ここはもう、やっぱ。これ出し方変わる、やっぱり。いや、完全変わるね。どこを意識してんの、これ。もうなんだろう。ミックスってさ、うん、やっぱもう、下感あるじゃん。ああ、そうだね、まあ。下から。下から持ってくるし、うんうん、声帯閉じる感覚があるけど、うん、む？むって逆にな、何？どういうこと？あ、なんかさ、教えろよちゃんと教えろそれこそさ、うん、この上の感覚とかあるじゃん。ああ、はいはいはい。もうそこだけにする感じ。待って、どこ動いてっか。え、待って、どこまで行った？ C 字ぐらいじゃない？ C7 ぐらいじゃない？わかんないけど。キモいんだけど。やばすぎじゃない？わかんないけど。多分。C7 ぐらい。だってさっきの俺のオクターブ上ってことでしょ。そう。でもまあ裏声だからね。ミックスじゃないからね。いや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 。俺裏声でもこんな出ないこれ。何の音これ。確かに。まあまあまあ、ちょっとかすれましたけど。うん。出たわ。やばいな。出たわ、出たな。いや、マジでわかんねえな。ちょ、まず。これはまず、俺はリコ君のミックスがわからない。うん。C、いけたじゃん。うん。まあ次、D、D だよな。D だろ。上の感覚だけみたいな、うん、ざっくり言うとね、うん、やっぱね、俺こっち入ってこようとすんだよ。そうなんだよ。口開けた瞬間に、うん、もうこっから来そうになるんだ。それとの戦い。いやー、ちょっとやばいな。それを無にする。これはもう、うん、意外と目からあるのが人だと思いますよ。なるほどね。はい、なあ！ちょっと惜しかった今。惜しかった。あ、中盤ちょっと惜しかったよ。まあでも C に、うん、C から D 行こうとしてる感じは、うん、そうしてたね今。それめっちゃ大事だわ。いやだけど無理だなこれ。壁なんだよな。いや、さすがです先生。いや、ミックス、やっぱすごいね。マジか。C… でも C6 まで引っ張れるわけ。 C6 だね、俺。 C6 までミックス引っ張れるっていう、うんうん、いや、俺まだ C6 止まりだからね。すげえ。いや、ミックスだもんな。すげえよ。いや、C7 っていうなんかもう音ですか。イルカみたい。うん。マジ、しかも声量やばいのよ。隣にいてなんか全然超でかいから。確かに。そうだね。C7、一応出たね。うん。ここはもう、出方がやっぱ変わるから、ミックスじゃないからね。うん、いや、俺、ま、ミックス以外わかんないわ。うん。あの、どう出していいか想像がつかなくて、うん、やっぱ、
声出すのって一番想像大事じゃん。大事。この音が出て想像できない声は出せないです。そう、間違いない、うん、本当にそれマジそう。俺想像できないわ。俺も、うん、リコくんのこの C6 ミックスは想像できないから、うん、できない。いやー、うん、C、うん、これ C ね、うん、いやー、あーじゃあね、C シャンだね、うん、いやー、切り替え、切り替えれば出る、うん、今のはスーパイトに切り替えた、うん、いやー、部屋がさ、ずっとビーって言ってんのよ。確かに。やばすぎない？切り替えないと出ないな。いやー、いやー、これ C じゃん。これ今 C で、うんうん、あの、自己演感を入れちゃってる。あー、はいはいはい。あの、結構入ってるもんね、下。うん。ミリコクみたいに太く出ないけど。あ、いやいやいや、全然出てるよ。いや、ありがとう。うん、でも、なんだこれ。褒め合う。でも、ここはもう出ない。いやー、ほら、出ない。うん、いやー、出ないから、いやー、こっちに切り替えないと。すんげえストレートだね、しかも。そうやと。鬼ピッチ。こっちにしないと出ない。うん、いやー、今、D 出てる。D か。うん。今 D にした。ずっと俺、あの、C 社押してたんだけど、なんか合わねえなと思ったら、あ、そう、D まで出てる。そう、D にした。うん、あ、マジか。いや、パンを上げた。そうそう。みたいな感じかな。切り替える。やっぱ、うん。地声を入れない。はい。待って、俺ちょっと C 社、いいよ。行ってみよう。いいよ。あー。地声抜く。地声抜く。俺なら確実にいける。地声を抜く。自分は出さない。なあ！今そう。一瞬。今ちょっとホイッスル感あったよね。ちょっと一瞬ホイッスルだったよね。今ホイッスルだったよね。いやー。え、その時さ、ちょっと地声なくなったよね、今。なくなった。今完全にピキッとした感じになったよね。やば！うわ、やば！いや、だけど、感覚まだそれ掴めてないから。うん。で、早く、教えた方がいいよ。新しいですね。早く教えた方がいい。それすごいね。あ、今良かった。いや、めちゃめちゃいい回じゃん。めちゃめちゃいいですね。いや、やばいな、マジでエグいな。参考になったかもしれないね。ね。うん。いや、これすごすぎるわ。どこまで使うか分かんないですけど、うん、僕いつもスーパーヘッドとかホイス出すときは、うん、地声ダメだよって言うんですけど、はいはいはい。それが結構分かりやすかったんじゃないですかね。そうだね。と思うんで。まあ、切り替えが、うん、お互いに違うから、ね。そう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 。うん。地声感持った、うん、僕のこの C までと、うん、切り替えた C シャープ D との違いね。うん。じゃあ大事だと。これ素晴らしいな。ちょっと練習しますわ。ぜひ、いや、一緒に練習しましょう。はい。僕もちょっと、うん。もっと太く出したいんで。うん。ちょっと精進しましょう。いいね。うん。すごいいいわ。いい動画だ。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。いや、詰まっちゃった俺。